ちは、ラーです。今日はですね、こちらゴールデン街に来ております。一度行ってみたかったんですけど、ゴールデン街に。結構超アレトロなところが好きなんですけど、結構怖い回しながら行くと結構注目度がありますね。こんな機会もないと、この年じゃ行くことないと思うので、行ってみようと思います。タクシーのおっちゃんがここが入り口だって言ったので、多分ここから行けばいいと思うんで。あー、もうすでに左手が痛い。マクドがあります。こんな感じでマクドがあります。こんなにある。とりあえず回っていこうと思います。見てください、こんな感じです。あ、すごい絵が上手。見てください、たまめ。たまめ、金魚っていうお店知ってますかってどういうこと。金魚っていうお店知ってますかみたいな方が書いてある。手が痛いな。え、全があります。いいな。あ、でもちょっと怖い。中見たらちょっと怖い。すごい、本当に映画みたいな街並みですね。いいなと思うんですけど。あ、すごい小道がある。めっちゃ小道、通り抜けれるのかな。ちょっとおお、小道です。小道です。小道の中にもお店がありますね。なるほど、すごい。あ、待って、いい匂い、いい匂いがする。何のいい匂いだろう。おでんみたいな。てか、おでん屋さんいいな。おでん屋さん行きたいな。さっきおでん食べたよ。もっとドラマにありそうなバーがいっぱいある。面白い。なんか入るね、入れないな。どうしよう、これ映り込んでる人で、なんか不倫中の人がちょっとそれでバレたらどうしよう。一番街、これが一番街。おでん屋さんのおでんを食べてみたいので、なんかおでんっていうのれんが、おでんっていうのれんがあるおでん屋さんにちょっと行ってみたいな。手が痛い。そろそろ早く休憩したいです。おでんって書いてあるので、食べてみようと思います。おでんバーに入ります。あ、違う、俺もゼロだな。3本で、いや、あれあのままだった。20代最後だ。すいません、オレンジジュースと、あと大根とはんぺん。すごい、おでん一つで10周年。そうそうそう、あの海外しないから。腰で言うとか何かいいよ、最近腰が汚いから。そういう意味じゃない。俺が接触強制物ってもっと何が臭いよ。深夜2時43分ぐらいに食べたアイスだと思う。そこに何で置いてある。あー、おかしい、超おかしい。食べ終わりました。いい楽しみ。それ、ペタパニーも美味しそうですね。ああ、ナイスだ。